吉風、大分県出身小国間部屋、栃王山、高知県出身春日野部屋、小結御嶽海、長野県出身出羽海部屋、関脇高安、茨城県出身田子の浦部屋、最後は大関琴奨菊、東北県出身佐渡ヶ嶽部屋。千秋楽東方の幕内力士、先頭の新入幕力士の石浦、敢闘賞受賞が決まりました。中盤までは見事な取り口で大いに沸かせました。そして遠藤は7勝7敗での千秋楽、今日勝てば殊勲賞受賞が決まります。今日遠藤の対戦相手は玉鷲です。代わって西方幕内土俵入り。先導は木村明次郎、続いて我が丸、ジョージア出身木瀬部屋、豊響、山口県出身境川部屋、千代大龍、東京都出身九重部屋、逸ノ城、モンゴル出身港部屋、千代大鳥、鹿児島県出身九重部屋、大翔丸、大阪府出身追手風部屋、輝、石川県出身高田川部屋、勢い、大阪府出身伊勢ノ海部屋、鷹の岩、モンゴル出身鷹の花部屋、栃ノ心、ジョージア出身春日野部屋、松鳳山、福岡県出身二所ノ関部屋、千代の国、三重県出身九重部屋、正代、熊本県出身時津風部屋、海星、ブラジル出身友綱部屋、碧山、ブルガリア出身春日野部屋、小結玉鷲、モンゴル出身片男波部屋、関脇隠岐の海、島根県出身八角部屋、大関照ノ富士、モンゴル出身伊勢ヶ濱部屋、大関稀勢の里、茨城県出身田子の浦部屋、最後は大関豪栄道、大阪府出身境川部屋。こちら西方の幕内力士の中では三賞受賞はまず正代です。熊本出身、地元九州場所で敢闘賞受賞が決まりました。2度目の敢闘賞です。そして玉鷲、三役に返り咲いたこの場所で見事な活躍でした。技能賞受賞です。玉鷲は初めての三賞、32歳での三賞受賞、歴史上6番目に高齢での受賞です。稀勢の里、豪栄道、2人の大関、今年1年横綱に近づいた稀勢の里、そして豪栄道もこの場所綱取りでしたが、その綱取り成就はなりませんでした。そして今日千秋楽、英乃海が休場です。昨日の相撲で琴勇輝戦、立ち合いのもろ手突きを受けて倒れました。脳震盪、これが頭部打撲、そして脳震盪、右足の打撲ということで、
関係者によりますと親指から小指にかけて右足、足がつけない状態になっているということです。30日間の安静が必要ということです。千秋楽は52代横綱北の富士勝明さんが正面です。向正面の解説が舞の海秀平さん、実況藤井、花道の情報は佐藤アナウンサー、大阪アナウンサーの担当です。横綱春の富士露払い大正丸立ち持ち宝富士、行司は式守伊之助であります。足首や、肘、なかなか状態が良くならない中で昨日まで優勝を争いました。特に終盤は勝った後でも少々足をかばったり肘を気にする場面も見られました。今日千秋楽は正面は解説北の富士勝明さんです。昨日まで春馬富士も優勝争いの一角にいたわけですが、やはり万全の状態で本来土俵に上がってもらいたいんですがなかなか難しいでしょうかね。春馬富士ですか、昨日や今日の傷じゃありませんしね、そうなんですね。これはついてもらわないしょうがないですよね。そのあれにはよくやってそうです、ね、いると思いますけどね、昨日の段階までは優勝争いの一角でした。すで、に昨日14日目鶴竜が優勝を決めました。今日その鶴竜との結びの一番春馬富士です。支配を今場所抱くのは横綱鶴竜です。西方より横綱鶴竜土俵入りであります。去年の秋場所以来7場所ぶりの幕内最高優勝です。通算3回目の優勝。横綱鶴竜露払い勢い立ち持ち錦木、行司は式守勘太夫であります。初日から実戦全勝で迎えた11日目に稀勢の里に敗れました。あの頃は、にわかに終盤もつれてくるか混戦になるかというふうにも思われましたが、鶴竜が集中力を切らさなかった。翌日から見事に立ち直っての3回目の優勝です。あの11日目の1敗の後、北の富士さんやはり気持ちを引き締めましたでしょうか。そうですね、全般的に言うのは、引きが少なかったということですね。そうですね。それと他の横綱大関は勝っててもバタバタする相撲が、割と多かったんですが、彼だけはそんなにこの自分の、持ち味ついてもいい、組んでもよしという感じで落ち着いてましたよね。そうですね、まさに安定した相撲内容でした。おめでとうの声も飛んでいます。これはね、7場所ぶり、そうですね、ほっ
嬉しいというよりもほーっとしてるでしょうね。横綱ですからね、優勝することを義務付けられています。そうなんです。辛いもんですよ。この場所はその上位陣の中では非常に順調に初日を迎えて、そしてそのまま、優勝というところまでたどり着きました。横綱白鵬土俵入りであります。鶴竜とは逆に休場明けという苦しい中でのこの九州場所でした。横綱になって初めて先場所15日間休みました。休場明けでどんな姿を見せてくれるか、どんな相撲を見せるのか注目していましたが、結局ここまで10勝4敗の成績です。横綱白鵬露払い石浦太刀持ちは魁聖であります。今場所の北の富士さんが白鵬についてはどう見たらいいでしょうか。やはり初めての全休ですよね。全休というのはやっぱり休場でもまた途中休場とまた違うものがありますしね、やっぱりどんな人でも不安はものすごく言い切れないものがあるんですね。なんとか序盤はね、うまいことこうごまかしてねごまかしてっていうのは変だけども、まあ、うまい相撲でね、相手の力を利用する相撲が多かったから、そういうのは続きませんよね。結局終盤の大事なところに来て、やはりその休場明けの、影響が出てしまった。まずスタミナ不足も出てくる、疲れが出てきたと思いますね。それと白いものがちょっとね、増えてきましたしね。体も初日見た時にほっそりしてましたからね。そうでしたね。しかし37回の優勝を誇るこれだけの横綱でも一場所休むということはこんなに大きいことなんですか。逆に一場所だからね、あまり体験ないから、やっぱりちょっと違うものがあったんじゃないでしょうかね。確かに休場のない横綱だっただけにね、したがって来年また1月からどんな白鵬が姿を見せてくれるのか、これも大きな注目となります。千秋楽三横綱の土俵入りも終わりました。昨日横綱鶴竜が優勝を決めました。昨日は春馬富士が星一つの差で追っていましたが、春馬富士が敗れて鶴竜が結びで勝ったことによって鶴竜の優勝が決まりました。では昨日のその2番です。春馬富士勝って逆転優勝に望みをつなげられるか。軍配返しました。勝ちました。春馬富士上手、春馬富士敗れました。鶴竜勝てば優勝。14日目結びの一番。最高ですね。嬉しいです。これで自分がこう成長できたんだなっていう実感ができたし、さらにまだ頑張っていける強い気持ちになれたと思います。確かにほっとした表情も見られましたが、終わってみればあっけなく決まってしまったかなと思います。昨日はまた鶴竜らしいね、うまい相撲でね、勝ちましたね。やっぱり最後は自分の相撲を取りましたよ。そうでしたね。ゴエドもあれが精一杯だったんですよね。右から押っつけたけどやはり、馬さんがねついていかれなかったんですね。今場所の鶴竜は、
これまでの3回、今回で3回目ですが、中でも一番いい優勝と言っていいでしょうかね、中身は。そんなに危なげなかったですよね、そしてまた久しぶりの優勝ということで、はい、まあ、格別なものがあると思いますね。さあ、向正面は舞の海秀平さんですが、舞の海さん、はい、終盤もう少し混戦になるかと思いましたが、はい、14日間についてどうでしょうか、鶴竜については。そうですね、これまでの相撲内容よりもですね、かなり充実してましたし、大きく体勢を崩すことはなかったですよね、はい。したがって、まあ、はい、今の状況の中では文句なしと言ってもいいでしょうか、優勝の中身としては。そうですね、もう堂々たる優勝だったと思いますしね、苦しい怪我を乗り越えてですね、はい、よく怪我と向き合いながら、まあ、リハビリですとかトレーニングですとか、そういうものをこなしてきたんだなと、まあ、そういうことを感じましたね。さあ、それではこの中から、初日5日目、中日8日目、13日目、14日目、5番続けてご覧いただきます。鶴竜が起こしていきます。続いて出る回り込む御嶽海、押し出しました。踏み込みは横綱、突き放させない。しかし玉鷲は好調だ。攻める攻める攻める玉鷲、回しを取られたが回ってきた。引き落とし、鶴竜の勝ち、8戦全勝。左の前は切れた、差し出争いです。中に入った鶴竜、押した、乗り出した、左真っ赤に寄り切り、鶴竜の勝ち。こうしてみますと、やはり柔らかく、とても上手ですね。そうですね、自分の相撲取ってます ね、 ですね、前に出てるしね、危ない相撲ないですよね。本当ですね、まあ、時々これ以外に引く相撲はないことはなかったんですが、ほとんどそれが危ないという場面はそうですね、こうしてみると本当に、内容のいい相撲取ってますよね、やはり順調に初日を迎えたというところだと思うんですが、向正面の舞の海さん、はい、今改めてご覧になって印象はどうですか。以前はもっと土俵際まで押し込まれる場面が、相撲が多かったですけどね、今場所ほとんどなかったですね。ちょっと玉鷲戦は必死でしたけどね、玉鷲もまた好調でしたからね、こうして見てますとやっぱり鶴竜をですね、はい、これからもっともっとこの出し投げの精度をですね、高く磨いていけば、ほうほう、出し投げの鶴竜と呼ばれるような横綱になるんじゃないかなと思いますね。土地錦のような感じになってくればいいんですがね、いろんな技も使えるというふうなね、はい、今場所振り返ってみると本当にこの出し投げが光ってましたね、まあ、確かにうまさは抜群の鶴竜ですが、見事に、まあ、北の富士さんもおっしゃった引く相撲がなかったというところに、支配への道があったように思います。さあ、千秋楽の取組、幕内の取組、まずは旭秀鵬と千代鳳です。制限時間いっぱい、両者ともに今場所はもう負け越しが決まっています。こちら旭秀鵬は2勝12敗、膝の状態が思わしくありません。東の前頭11枚目、新年は十両からの出直しとなりそうです。千代鳳も6勝8敗です。昨日負け越しが決まりました。制限時間いっぱいです。式守金太夫が合わせます。手をついて、もろ差しになりました。寄り切り、旭秀鵬今場所の3勝目です。千代鳳は6勝9敗で終わりました。こちら旭秀鵬も、新年は十両からということになりますが、千代鳳の方も、左の膝を痛めての休場明けということで、本来の粘りのある、相撲が見られませんでした。
なるほどな。さあそれではここから、取組の合間、今日優勝が決まった各段の優勝力士のインタビューです。放送席、はい、どうぞ。それでは各段の優勝力士のインタビュー、まずは十両優勝の佐藤関に伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。終わってみていかがですか？いや、素直に嬉しいです。今日は青狼関と対戦して、親柳関の結果を待つということになりました。まず青狼関戦、優勝への意識というのはどうだったですか？いや、まず本割の一番勝たないと始まらなかったんで、しっかり本割の相手だけ考えて取り組みました。そして勝って、支度部屋に戻って、親柳関の取り組み見ませんでしたね。まあ、そうですね、あともう体を動かしてまたその気持ちに入らないといけないんで、頭終わったらすぐ、体を動かそうと思ってて、勝とうが負けようがしっかり自分のやることだけ考えて、頭の言ってもらってました。そして付け人から、優勝決まりましたと報告があって、少し顔が緩んだように見えました。深い息も吐きましたが、あの時の気持ちどうだったですか？もう一枚やるつもりでやってたのが少し気が抜けたというか、ちょっとこうびっくりした感じだったんですけども、徐々に、喜びが湧いてきました。今場所は12番勝ちました。良かった点どんなところでしょうか？一生懸命自分の相撲を取ろうという、勝つよりも相撲内容にこだわって、常に前に前に攻め続けることが良かったと思う。攻撃相撲を目指しているので、一生懸命前に出ることを心がけました。さあ来場所は新入幕の場所となりそうですが、意気込みどうでしょうか？自分の一番いい相撲を取らないと新入幕で通用しないので、もっと自分の長所を磨いて、もっと力をつけたいと思います。来場所期待しています。本当におめでとうございました。ありがとうございました。佐藤関でした。この丸い体が、身長は1メートル73センチですが、丸い体が下から攻めていく相撲、徐々に花開きつつあります。千代翔馬と豊響です。千代翔馬が中盤までもうやることなすこと見事にはまっていたんですが、ちょっと終盤もたついてようやく昨日勝ち越しを決めました。豊響は6勝8敗です。西の前頭15枚目という番付ですから、下に半枚しかありません。ここはもう豊響なんとしても勝っておかなければ、十両陥落を覚悟しなければならなくなります。先場所は千代翔馬がまわしを取って上手出し投げで勝っています。行司が木村秋次郎に代わりました。叩きました。千代翔馬9勝目、そして豊響はこれで6勝9敗となって、来場所は、十両に下がってしまいそうな数字となってしまいました。叩込んで千代翔馬の勝ち。さあ次の一番、英乃海が休場ですので輝き不戦勝となります。英乃海頭部打撲、脳震盪および右足打撲のため本日休場、したがって輝きの不戦勝であります。昨日の琴勇気戦で立ち合いのもろ手突きを受けてガクッとも落ちてしまいました。右の足首から先、特に指も力が入らない状態ということで休場となりました。今日対戦相手輝き勝ち名乗りです。不戦勝で6勝9敗の成績です。昨日は強烈だったですね。右側の、張ったわけじゃないんでしょうけども、カウンター気味に入ったですね。いつも僕は心配しとったんだ、いつもあんを上げていくからね。あ、そうですね、もうかっくんかっくんとね、あれはいずれね、張り倒されたら一発だなと思って見とったら、
まあね、ああいうことになりますね。やはり顎を引くということも、ね、顎を引かなきゃダメなんですよ。なんですね、僕も経験あるから ね、よくわかる、ね。福の花さんの一発を食らったことがあります、はい、もう顎を張った時は、うん、もう気をつけなきゃ ね、 そうですね。これは先ほどの相撲です。千代翔馬が、まあ、一瞬の相撲でしたが勝って、これで9勝6敗豊響は6勝9敗で終わりました。放送席どうぞ。各段優勝のインタビュー、続いて3段目優勝です。上皇龍さんです。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。右膝の、怪我から復活の場所での優勝となりました。いかがですか。ほっとしてます、はい、今日は朝日龍さんとの相撲になりましたが、どんなことを考えていきました。いや、相手をね、いろいろとしてくる相手だとなんで、まあ、いろいろと映像で見たら、まあ、自分の相撲をきっちり取ろうと思って、はい、その通りできました。はい、まあ、格段優勝は慣れていると思いますが、改めて今場所の優勝の実感というのはどうでした。いや、嬉しいです、はい。膝の状態がすごい気になるんですが、6月に手術をしました。どういった思いで。いや、まあ手術する前は本当に相撲を取ってて不安だったんで、まあ、相撲が嫌いになりそうだったんですけど、まあ、周りの人たちからの、ね、支えもありまして、まあ、手術に踏み切って、で、まあ、完璧にはまだ治ってないんですけど、まあ、徐々にいい感じで、はい、良くなってます、はい。状態でいうとどれくらいまで回復してますか。いや、まだ分かんないです、はい。来場所は幕下に復帰しての場所になりますが、また、ね、一から新弟子のつもりで頑張ります。どれくらいで関取に戻りたいなというプランはありますか。プランですか、まあ、焦らず、はい、きっちりいい状態で上がれればいいかなと思って、はい、また頑張ります。本当におめでとうございました。ありがとうございました。上皇龍さんでした。もう関取経験も十分な上皇龍ですので、まあ、あっという間に膝さえ良くなってくればまた関取に戻ってくることだと思いますが、今場所は3段目優勝を果たしました。さて、土俵制限時間いっぱい、7勝7敗妙義龍、8勝6敗のガガ丸の対戦です。過去6回はすべて妙義龍が勝っています。下から押っつけて起こす、あるいは突っ張られてもあてがって攻める相撲です。今回はもろ差しになりました。決まらなければいいんですが、寄り切りました妙義龍、なんとか千秋楽勝ち越しです。東の前頭9枚目という番付で、場所前は非常に順調に調整ができていたように見えましたが、7勝7敗で迎えた千秋楽、勝ち越しの勝ち名乗り。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って妙義龍の勝ち。これは向正面の舞の海さんに伺いますが、舞の海さん、はい、千秋楽7勝7敗というこの9枚目という番付で、私はっきり言って物足りないんですが、そうですよね、どうですか。過去のこの活躍を、ね、思い出すと物足りないですね、まあ、おそらくこの膝ですとか足首ですとか、はい、痛めていてなかなかこの下半身に力が入らないと思うんですね、まあ、今日はこのすんなりもろ差しになって、はい、ガガ丸も決めてくるんですけども、ガガ丸の腹の下に自分の腹がこう入ってましたからね、はい、かなりもう腰の高さが違いますね。まあ、ちょっと右の肘をまた気にしていますが、まあ、なんとか新しい年、もう一つね、戻ってほしいところですがね、強さを戻して、幕内に上がってきてね、もう、いきなり関脇まで上がって、はい、横綱大関を苦しめた時を思い出しますね。そうですね、もう一度その頃のね、はい、自分を思い出して奮い立たせてほしいです、はい。8勝7敗で妙義龍を終えました。ガガ丸も8勝7敗です。放送席続いて優勝インタビュー、序ノ口優勝です。伊坂浜部屋の小笠原さんです。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今場所初めて番付に乗っての、場所と優勝となりました。いかがですか。やっぱり緊張する中で毎日一番一番しっかりと白星を積み重ねていくっていうことの、まあ、大変さが、まあ、分かったんで、
次からもっと相手が強くなっていくって思ったらもっと稽古しなきゃいけないなっていうのを勉強させてもらった場所だったと思います。今日対戦相手が近畿大学の同期生、そして同じ伊勢ヶ浜部屋に同じ時期に入門した井原さんとでした。やりにくさなどどうだったですか？やっぱりあの稽古場でも全然勝てなくて分も悪いっていう相手だったので、大学時代からお互い取り口も知ってるっていう部分ですごいやりづらさがあったんですけど、はい、緊張せずに思い切って自分の相撲を取れたと思います。大歓声の中勝った瞬間どうだったですか？いやもう最初は頭が真っ白になって、はい、すごかったんですけど、もう拍手、勝ち名乗り受けて拍手された時に勝ったんだって思いました。はい、近畿大学を中退して角界入りしたということで、アマチュアとプロの違いというのも感じていると思うんですが、どうでしょうか？やっぱあのプロはもう幕下3段目上位ぐらいになってくると立ち合いのスピードがアマチュアと全然違うので、そこにもっと慣れていかないといけないなっていうのを思いました。青森県の三保木農業出身ということで、阿武咲関と、同学年三保木農業でしのぎを削ってましたが、何か話はしました？あ、もう取る前に負けるなよって頑張れよって声かけていただいて気合が入りましたね。将来はどういった力士目指していきますか？部屋の宝富士関みたいに左四つに組んだらもう絶対に負けないっていう自分の型を身につけてもっともっと強くなりたいと思います。来場所もまた活躍期待しています。本当におめでとうございました。ありがとうございました。序ノ口優勝小笠原さんでした。序ノ口は小笠原そして井原という伊勢ヶ浜部屋のいずれも近畿大学、2年中退という2人の対決となりましたが、勝ったのは小笠原。そして伊勢ヶ浜部屋といいますとこの場所も6人の新弟子が入ってきましたので、また大きな初体となっての伊勢ヶ浜です。さあ土俵は総国来と勢いの対戦です。すでに10勝を挙げています勢いです。番付は前頭8枚目、左側総国来です。制限時間いっぱいです。行司は木村元基です。間ができてしまいました。空間ができました。今場所は勢いがもう前に前に攻めていく相撲を見せていました。勝ったのは総国来です。東の前頭14枚目決まり手引き落とし、総国来勝って9勝6敗勢いは10勝5敗で終えました。今場所は総国来が初日から5連勝ということでしたが、中盤から少し黒星も増えてしまいました。まあ、それでも9番勝ちました。千秋楽の取組が進みます。それではここで幕下の15枚目までの成績をご紹介しておきます。来場所新しく十両昇進の力士が何人か出てきます。力進坂本という立浪部屋の力進、6勝1敗の好成績。来場所の新十両もう間違いありません。そして西の筆頭の追手風部屋の坂本、こちらも4勝3敗勝ち越しで来場所新しく関取の仲間入りをしそうです。ご覧のように好成績の力士が増えました。この幕下の上位です。ここでは西の9枚目伊勢ヶ浜部屋照強7戦全勝で優勝を果たして、来場所新十両昇進、体は小さいですが非常にいい相撲を取ります。見どころ十分の力士がまた上がってきます。来場所は十両に上がってきそうです。そして11枚目以降、水口は今場所休場ということになっていますが、郷士石橋というところが勝ち越しを決めています。
来場所は新十両が、3人、そして今日勝った後ほどまた結果でご紹介もしますが、貴善龍、若の島というこの2人も来場所返り十両が濃厚となってきました。佐田の海に大翔丸、画面の下では幕内の前半の勝負審判をご紹介しています。佐田の海が3勝11敗という成績、大翔丸6勝8敗です。この九州場所は初日満員となりました。2日目3日目はわずかに満員とはなりませんでした。4日目以降また満員御礼の垂れ幕が下がり、今日で13回目の今場所満員御礼です。佐田の海が北の富士さんどうしましたかね、3勝11敗、そうですね、鋭さがないですね、相撲にね、出てきゃ出てくるんですけども、軽い感じもしますよ ね、かといって体は逆に大きくなってるんじゃないですか、ちょっと腹が少し出過ぎてるんじゃないのかな、そうですけど、ゆっくり心配してはいますけど、与野吉が合わせます。落ち着いて、落ち着いて、引いてしまった。出ていったのは大翔丸。大翔丸は7勝8敗ですが、佐田の海これで3勝12敗。東の前頭8枚目ということは、下に単純に計算しまして8枚しかありませんので、8枚ですので3勝12敗だと厳しい状況にもなってきます。ギリギリ残れるかどうか、難しい、難しくなりましたね。ちょっと負けすぎですよね、3番なんていうのは ね、この力士はそんな相撲の取りじゃないと思うんだけどね、この辺りももう弱気になってます ね、すぐに引いてしまいました。十両から、幕内を目指そうという力士との兼ね合いともなりますが、佐田の海3勝12敗苦しい星でこの場所を終えました。さて今日は日曜日、千秋楽の大相撲中継ですが、今夜のサンデースポーツご案内です。この大相撲九州場所は7場所ぶりの優勝を果たした横綱の鶴竜、今日生出演です。喜びの声をたっぷりと聞きます。そして NHK 杯のフィギュア、札幌で開かれていますが、男子シングルで優勝した羽生結弦選手、そして3位の田中圭司選手、女子シングル2位の宮原さと子選手が生出演します。男子ゴルフの国別地域別対抗戦、ワールドカップは最終日です。松山英樹選手と石川遼選手の日本ペアが4位からの逆転優勝を目指します。今月のマンスリーキャスター三浦大輔さん最後の出演です。プロ野球の未来に向けた浜野番長からのメッセージをお届けします。9時50分からの放送です。ぜひご覧になってください。福岡国際センター、この場所が始まった頃はこの11月の中旬あたりとはいえ暖かさが残っていましたが、終盤はかなり冷たい風も出てきました。今日は午前中雨が降っていました。今雨はどうやら上がっています。モンゴルウランバートル出身高野花部屋、呼び出しはアキラであります。土俵に新入幕力士8勝6敗昨日勝ち越しが決まった北斗富士が上がってきました。今日東は佐藤アナウンサーの担当ですが、佐藤さん嬉しい勝ち越しとなりましたね。いや、下けべでは晴れ晴れとした表情でしたね、はい、幕内の勝ち越しがこんなに気持ちがいいものなのかと朝起きて実感したようですね、はい、朝目覚めて頭の中も体もすっきりとしていて、
稽古場に降りてそこでまたすがすがしい気分になりましたと、こんな気持ちで朝を迎えたのは今場所初めてですということで、やはり新入幕場所正直疲れましたと、はい、相手が強いですから一つのミスが負けにつながる、まあ、そういう中で戦っていていろいろ考えすぎてしまっていたんですが、まあ、勝ち越すとこんなに気持ちが楽になるんですねと、もうとにかく前向きなコメントがポンポンと出てきました ね、 いいですね。今日は貴ノ岩との対戦ですが、去年の夏場所序ノ口の番付に乗ってからこれで10場所連続勝ち越し、まだ負け越しはありません。北勝富士という師匠北勝海のしこ名、そして今日解説の、その師匠の北の富士さんの富士をもらいました。大きなしこ名をもらって勝ち越しが決まりました。こちら対戦相手貴ノ岩6勝8敗です。制限時間いっぱいです。式守与之吉が合わせます。初めての対戦です。9勝目です。今日も立ち合いからの押しが行きました。相手に回しを許しませんでした。今日解説は北の富士勝明さん。この北の富士の富士をもらった北勝富士ですがどうですか評価は。今場所は15日間いい相撲が多かったんですよね、はい、これでいいと思いますけどね、ちょっと立ち合いに少しずれる時ありますけど ね、 あそうですね、これは少し直さなきゃいかんでしょうけど、あ、まあ、これでももっと右手を伸ばしてね、はい、いけばあのまま押し出せるはずなんですけどね、まあ、それでもこの飛行というところはここに歴史ないからね、はい、見どころあると思います。この北勝富士の師匠の八角さんの、はい、まあ、今理事長ですが、星時代の若い頃と比べてどうですか。体が違いますしね、こっちの方が体大きいし、ね、そして北斗海はもう星はよく動きましたからね、激しかったですね、まあ、あのぐらいの稽古を積んでいかなければなりませんね、これから。いや、これ真面目だからいいんじゃないですか、ね、はい、あ、そうですか、うん、だけど北斗富士の富士の方が危ないねそうですか、いやいや、とてもいいしこ名をもらいました。藤井さん、はい、どうぞ。師匠にはですね、今朝勝ち越しを報告したようで、はい、厳しく前に攻めていけば次につながると、はい、千秋楽、次につながる相撲を取りなさいと言われたようで、取りましたね、取りましたね、北斗富士9勝6敗で新入幕の場所を終えました。まだ負け越しのない北斗富士です。貴ノ岩は6勝9敗で終わりました。これ北の富士さんからご祝儀出るんですか、はい、北の富士さん来ましたね。余計なこと言わないのいやいや、まあ、黙っていても舞の海さん出ると思います。そうですか、舞の海さんから出るのかと思いました。さて、北勝富士が引き上げたところで、大相撲この1年という番組皆様にもご覧いただいていると思いますが、毎年年末に放送しています。今年は12月の29日の午後6時5分から総合テレビでお届けします。10年ぶりの日本出身力士の優勝があった今年ですが、まあ、話題豊富な2016年、その土俵を、今日解説の北の富士さん、そして舞の海さんの解説、そしてゲストも迎えて賑やかに振り返っていきます。ぜひご覧いただきたいと思います。29日の午後6時5分年末の放送です。まあ、いろいろと北の富士さん この1年、はい、話題も多かったと思いますが、特にやはりね、琴奨菊や防衛道も活躍しましたし、ね、やっぱり今年は、まあまあ面白よかった1年だと思いますね、はい、白鵬一人が中心というところから少しずつ何か徐々に変わってきている部分があるかなと思わせた1年だったような気がします。他の力士もチャンスが出てきたというね、それと向正面舞の海さん、はい、新しく楽しみな何か個性派もどんどん生まれてきてますもんね、そうなんですよね。後半だけではなくね、この前半もこう対戦が面白くなってきましたしね、はい、ね、重量もまた面白いですね。重量がまたとてもいい内容の相撲が増えました、
さて今土俵には竹風と逸ノ城ですが、ちょっと時間いっぱいになりましたので、実はこの逸ノ城の情報をお届けしたかったのですが、取り終えてからまた、大阪アナウンサーに聞くことにいたします。8勝6敗の竹風と7勝7敗で千秋楽を迎えた逸ノ城です。左からの攻め、逸ノ城も回しはこのところを叩きましたが残しました。動きのいいのは竹風、負け越してしまいました逸ノ城。竹風はこれで9勝目、動きで翻弄しました。さて負けはしましたが、逸ノ城の方ですが、休場明けのこの場所でしたが、大阪さん、はい、どうだったんでしょうかね。ちょっと成績良くないと苦笑いしてましたね。体重を落として臨んだ場所で、はい、序盤に比べてかなりその体には慣れてきたと、はい、前よりも軽くて動きは良くなったと思いますと言っていたんですが、その分パワーがちょっとねと、ウェイトトレーニングをする仕草をしていましたね。 あと10キロは落として180キロ台にして腕の筋肉をつけていきたいという話しています。ちょっと今日もまだまだもたついてしまいました。ウェイトトレーニングもいいけど、もっと四股踏んで、はい、ぶつかり稽古でね、はい、もう引っ張り回してもらわないと。そうですね、ウェイトトレーニングは、多少はね、いいかもしれんけども、もっとやることいっぱいあるはずですよ。そうですね、大気なだけにね。そうですよ、今やっておかないと、ね、どうしてくれるんですか、2年ぐらい前あんだけね。そう今頃横綱になってなきゃ、おかしいんだから、間違いなくもうあっという間に横綱だというふうな解説がありましたが、その声が届いているかどうかというところで、さあ土俵は石浦と栃ノ心で、大いにまた福岡国際センター賑やかになってきました。今場所の敢闘賞受賞が決まった新入幕の石浦です。もう日に日にこの石浦のしこ名が全国に轟いていきました。関東賞決まりましたか。決まりました。やっぱり、あげた方がいいですよね。いいですね。4連敗しましたけどね、はい、3連敗ですね。3連敗ね、初代の一番だってね、惜しい相撲だったもんね。そうですよね。これはもうこの館内の沸かせ方も含めて十分に感動したと思います。伊地さん、それから逸ノ城なんかを倒した相撲なんかは技能賞も与えていいんじゃないかなと。技能賞もね、舞の海さん、何か2つ与えてもいいというふうな意見もあったようですね。私は敢闘賞と技能賞を挙げていいんじゃないかなと思ったんですけどね。なかなか新入幕力士で技能賞というのは舞の海さんぐらいしかこれいませんので、なかなかこれ2つというのは多いですかね。北の富士さん、2つ受賞、敢闘賞と技能賞、新入幕で2つ、3つとしてもいるからね。そうですよね、しかし小兵とはいえ舞の海さんとはちょっと異なる相撲と言っていいでしょうかね。私よりも力強いですよね。攻める力は相当ありますね。ありますね、鳥取から誕生した新入幕力士昭和38年春の琴桜以来という戦後3人目の鳥取出身の大島まで来ました。千秋楽、石浦の相撲です。対戦相手は栃ノ心、勝っておきますとこの後の結果にもよりますが三役返り咲きの可能性も出てきます。木村久之助が合わせます。もちろん初顔です。勝ったのは栃ノ心。かなり前に圧力をかけていましたので石浦敗れて10勝5敗、栃ノ心も勝って10勝5敗です。
まず舞の海さん、はい、ちょっと力に対抗できなかったでしょうか。そうですね、それとね、体が小さい力士というのは疲れるんですよね、終盤になると。そうですか、相当もう神経もすり減ったと思いますしね、はい、もう肉体的にももう疲労が蓄積されていると思います。今日はこうして北の富士さん、左からのまずは押っつけなんですが、右差しを嫌ったわけですが、まあ、これ前見とった方がいいような気もするけども、まあ力自体が違うからね。まあそうですね、今のところは、まあね、まだこれはまあちょっと、まだちょっと無理だね。あ、まあ命はあっただけでもいいと思う。いや、まあ、あの西浦も稽古は一生懸命やっていますし、うん、まだまだ、楽しみを先に見せてくれそうな力士です。2人とも10勝5敗でこの場所を終えました。今肩透かしの場内発表がありました。石浦はおそらく仕切ってて、ここ恐ろしかったと思うよ。これそうですか、サバで見るとすごい体してるもん。あ、まあ、そうですね、僕は今の見ても怖いもんね。いや、藤井さん、この映像では、はい、あの分かりにくいところもあるんですけど、はい、実際に今北野さんおっしゃったように、お尻から太ももにかけてのこの太さというのは驚異的ですよ。あ、やはり前野さん、仕切っていての怖さというものもあるものですか。ありますね、やっぱりこう仕切り線に手をついて、仕切った時にこの威圧感が違いますよね。あ、まあ、小錦や明けぼのと対戦した前野さんですから、その実感もあるかと思いますが、さて、今日ここまでの結果は幕下の上位、青木真寄り切りの勝ち、増野翔が突き落とし、翔征寄り切りです。海龍ははたき込みで5勝目、そして力信が東の幕下筆頭ですが引き落としで勝って6勝目を挙げて、来場所新十両確定的です。十両、3人の幕下力士が十両力士と対戦しましたが、すべて幕下が勝ちました。朝弁慶押し出し、貴前流上手投げで来場所の返り十両濃厚、若の島送り出しでこちらも返り十両濃厚です。朝赤龍敗れたことで、あるいは高砂部屋の歴史の中で138年間続いた関取の座がなくなってしまいそうな感じです。山口はたき込み、アムール寄り切り、剣翔が寄り切り、北大輝浴びせ倒し、大栄翔はたき込み、東龍上手投げ、佐藤押し出しで、3敗でこの後の結果を待ちました。旭大星が押し出し、そして小柳が千代王に敗れたことによって佐藤の十両優勝が決まりました。琴恵光押し出し、誉れ富士が押し出し、朝日翔が送り出しの勝ち、十両優勝は佐藤、新十両の小柳は一つ星が足りませんでした。土俵制限時間いっぱいです。錦木と千代大龍です。今場所は少し前に落ちる相撲がありました。錦木4勝10敗千代大龍も6勝8敗、下に1枚半しかありませんので、ここは勝っておかなければなりません。木村晃之助が合わせます。互いに手をついて、手をついていい、ちょっと先に立ちましたが、十分に錦木の手が降りていませんでした。千代大龍勝って7勝8敗、錦木4勝11敗、これでどうやら千代大龍は幕の内を維持することができそうです。ただいまの決まり手は叩き込み、前回に続いて体当たりから起こしておいての叩き込みで勝ちました。前回は引き落としでした。これで千代大龍7勝8敗、錦木4勝11敗でこの九州場所を終えました。放送席、どうぞ。放送席三賞のインタビューです。新入幕で敢闘賞受賞の石浦関です。おめでとうございます。ありがとうございます。三賞気分はいかがですか。嬉しいですね、はい。まあ、
取れると思ってなかったんで、場所前は、はい、10連勝もありました。何が良かったんでしょう。そうですね、まあたまたまじゃないですか。いやいや、そんなことはないと思いますよ。そうですかね、まあまあ、でも、まあ、後半課題が見つかったんで、来場所に向けて、はい、一生懸命稽古したいと思います。まあ、終盤少し連敗がありました。その課題どんな点だったんでしょう。やっぱ立ち合いですね、はい、立ち合いもっと強くですね。それでも石浦の名前がもう全国に轟き渡って、今日も石浦コールが起きました。いかがでしたか。ねえ、今度はあのコールに応えれるように、はい、頑張りたいと思います。あの場所前は鳥取でも祝勝会がですねありまして、ふるさとの応援もあったと思いますが、いかがでしょうか。そして、まあ、ふるさとの皆さんにも、はい、いい報告ができると思います。また来場所新年は大きく番付を上げて臨みますが、どんな場所にしていきたいでしょうか。まあ、より一層気を引き締めて、はい、自分の、目指す、はい、相撲に近づけるように頑張りたいと思います。その一番目指す相撲というのはどんな相撲ですか。そうですね、やっぱ鷲山さんのような、はい、前に前に攻める、はい、あんなかっこいい相撲を取りたいと思います。楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。石浦関でした。かつての出羽の海親方、鷲生山という名前が出ました。お、ね、確かにそうですね。なかなかいいところへ、目をね、行きましたな。あの真っ向から勝負する力士でしたからね。あ、それはもう早かったでしょう。もう立ち合いがね、スササッと入ってくんだ。あのうまさはちょっとね、なかなかね、大変ですよ。鷲生山といえば、まあ、岡山の英雄で、めったにこの関取が誕生できない岡山の英雄でしたが、その意味では鳥取の英雄になっていく可能性のある石浦です。さて土俵正代、敢闘賞受賞、今年の初場所以来2回目の敢闘賞、特に熊本出身ですので、その地元の九州での敢闘賞、喜びもひとしおだと思います。昨日まで優勝争いの一角にいました。11勝3敗で迎える千秋楽、対戦相手は荒鷲。荒鷲の方も10勝4敗、体重はあまり増えませんが、何かを掴んできています。回しを取りますと非常にしぶといい相撲を取ります。木村晃之助が合わせます。さあ荒鷲、今度は左四つ、相手に上手を与えない、上手投げ豪快に決めた。荒鷲勝ちました、11勝目。これで正代も荒鷲も11勝4敗。まあ、正代は来場所の新三役もほぼもう確定と言っていいと思います。上手投げで勝ったのは荒鷲です。強いですね。豪快でしたね。あの荒鷲はなんか三勝もらったんですか。いや、残念ながらなかったですね。これはちょっとね、かわいそうだね。そうですね、11番勝ちましたから、とてもいい、いい回しを取っての相撲は光るものがあります。荒鷲正代弱くないですけどね。そうなんですね、振り回しましたね。あの前回しの取りに行き方もいいですし、間違いなく荒鷲はあの自力というものは蓄えてきているので、そうですね。一頃140キロぐらいあった体重が今130少々というところで、あまり増えないんですが、いいですか。いいじゃないですかね。技が切れるんですから、やっぱ技を磨く力士が増えてほしいですよね。その通りですね。正代の投げにもついていきました。豪快な上手投げで勝って11番勝ちました。幕内の前半の取組が終わりました。それでは
千秋楽の幕内ここまでの結果です。旭秀鵬寄り切り、千代翔馬はたき込みで9勝目、英乃海が休場で輝きが不戦勝です。妙義龍寄り切りで千秋楽勝ち越し、総国来引き落とし9勝目、大翔丸押し出し、北勝富士新入幕9勝6敗送り出しの勝ち、竹風押し倒し逸ノ城負け越しです。栃ノ心肩透かし、栃ノ心も石浦も10勝5敗、千代大龍はたき込み、荒鷲上手投げで荒鷲正代ともに11勝4敗。後半戦です。結び前が白鵬と豪栄道、そして結びが春馬富士と昨日3回目の優勝を決めた鶴竜。いよいよ今年最後の1日です。さてその今年の優勝力士を少し振り返ってみますと、琴奨菊の初優勝から始まったこの1年、白鵬が連続で優勝し、そして春馬富士、また横綱の優勝が続きましたが、そこで豪栄道が優勝し、鶴竜の優勝とこう続いてきました。この間稀勢の里が3場所ほど連続で綱取りかという場所がありましたが、残念ながら届きませんでした。では琴奨菊と豪栄道、初優勝の大関2人のその優勝を決めた一番をもう一度ご覧いただきましょう。かけて琴奨菊立ち合いです。勝てば大関豪栄道初優勝。入っている、元月は中に入った、得意の形、初優勝、完璧な相撲で決めました。仁王立ち、豪栄道初優勝。まあ残念ながら北の富士さん、その次の場所の綱取りはなりませんでしたが、ああそうですね、特にしかし豪栄道はね、6日目ですか、はいはい、ぐらいまではね、この勢いでいっちゃうかなという期待を持たせましたけどね、はい、ちょっと歯車が増えてきましたか ね、やっぱりね、気力をずっと持ち続けるというのは大変なことですね、うん、そうですね、まあ、歴史上71人しかいない横綱ですから、うん、まあ、北の富士さんは当然その経験が終わりですが、大変なんですね、この地位に上り詰めるのは。そうでしょうね、うん、自分で言うのはなんだけど、自分でも良くなったなと思いますもんね。いやいや、もう大変なものだと思いますし、うん、もう一人稀勢の里がもう一歩もう一歩のところまで行くんです。あれだけこの強いね、安定した大関がね、はい、やっぱりこの運がないと言いましょうかね、うん、なんていうんだろうな、小一番に弱いっていうのが、うん、まあ、致命的と言いましょうか ね、 そうですね、もう一番それが残念ですよ。そうですね、うん、ただ今横綱大関7人いて、その中の照ノ富士以外が、30代なんですね。そうなんです、ということは同じ世代なんですよ、みんな。ですからなかなか世代交代というのも難しいところなんです、まあ、さっきのね、今日はもう優勝決まっちゃったから、はい、まあ退屈だから。退屈ということはないと思います。いろいろ見てみたけどね、まあ、30代ですもんね、そうなんです、みんな30代、突入、はい、じゃあ時代がね、はい、その次の時代が26、はい、7、はい、将来だからね、そういう、それから遠藤、はい、だからね、こう上の方がごそっといなくなったら、はい、まるで違う番付になっちゃう。なるほど、つまりは、まあ、今活躍してきた正代や、それから、まあ、高安今場所ダメでした、はい、それから遠藤、そうですね、そして十両から小柳という、あ、そうですね、大変強い力士が上がってきそうですし、楽しみが増えてくると思います。だからもう本当にこれから大関から横綱になるっていう人もね、時間がないですよ。そうですね、さほど、なんか稀勢の里のんぶり構えてね、まあ、これからなんて言ってるけどね、それもう限られていますよ、時間は。さあ土俵も時間です。吉風と碧山、このぐらいの畑には落ちない吉風のいい攻めです。碧山も懸命に回り込んでいます。続いていきました。
やはり動き勝ち、吉風勝ちました。結局最後はもう引いて引いて碧山足がもつれてしまいました。負け越した後の吉風の相撲が光ります。ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒して吉風の勝ち。師匠の小車親方からも負け越した後が大事なんだと言われて、それを実践してきました。15日間力を出すことが全てですとこう話します。向正面舞の海さん、はい、吉風の相撲どうですか。よく足がついていきますね、はい、それから下からこの相手の腕を跳ね上げる、はい、一瞬ではなく手が下からこの相手の腕を跳ね上げる、はい、一瞬ではなく手がこう持っているように見えますよね。あ、なるほど。跳ね上げてこうくっついている時間がすごく長く見えます。この辺り他の力士だったらもうここで落ちるんですけどね、はい、よくついていきますね。もう碧山が回り込めなくなりました、いいお相撲さんですね。しかしもう見ていてもすがすがしいですね。本当ですね、はい、あのスカッとしますね、はい、持ってるものを全てこの人出し切ったんだなっていうね、はい、そういう気持ちにさせてくれますよね。まさにそれが吉風の心情です。6勝9敗で終えました。放送席、はい、どうぞ。放送席、それでは3勝のインタビュー、敢闘賞受賞の正代関です。受賞おめでとうございます。ありがとうございます。2回目の受賞ですけども、前回と比べていかがですか今回は。まあ、前回は新入幕だったんで、まあ、上位でもらうことができてとても嬉しいです。しかもご当初の九州でですよ。そうですね、いいタイミングで受賞することができたと思います。今場所は大関にも勝ちましたが、どんなところが一番良かったと思いますか。そうですね、まあ先場所に比べて粘り強くなってるのかなと思います。自信はだいぶついてきましたか。そうですね、上位でもう星をこう並べることができてるんで、まあ徐々にですけど自信もついてきたんだと思います。地元熊本に、自分の相撲を見てもらいたいという話を場所前からしていましたが、どうだったでしょうか。まあ、今場所は、まあ、成績が良かったんで、まあ、地元の方も喜んでもらっていると思います。さあ来場所は新三役、しかも新関脇の可能性高くなっていますが、それについてはいかがですか。そうですね、まあ、結局もうやることはもういつもと一緒なんで、自分の相撲を取り切ることだけに集中して頑張りたいです。以前に比べてだいぶ前向きなコメントになっているような気がするんですが。そうですね、まあ、場数を踏んで、まあ、徐々にですけど自信がついてきたんだと思います。来場所期待してもよろしいでしょうか。頑張ります。本当におめでとうございました。ありがとうございます。敢闘賞受賞正代関でした。来場所は新三役、それも関脇昇進濃厚な正代、かつては誰と対戦したいですかというふうに聞かれたら、誰とも対戦したくありませんと答えていましたが、徐々に自信はつけてきています。あの部屋で先ほど話に出しましたが、あの十両の親柳が、いい稽古相手になっていますから、なかなか稽古では正代勝てないんですが。そうなんですね、それも困ったもんね、でもまあ上がってきますからね、そのうち、ここは負けていられないところです。栃王山と魁聖の仕切りです。東前頭筆頭の栃王山と前頭2枚目の魁聖、どちらも負け越しです。栃王山もこの場所は横綱大関を倒すことができませんでした。魁聖は仕切りはとても綺麗な力士ですが、相撲の内容はその仕切りからつながりませんでした。木村翔太郎が合わせます。魁聖はきちんと手を下ろします。もろ差し、向こう側の巻き替えの応酬、魁聖が出ました。押し出し、魁聖勝って今場所の3勝、魁聖勝って今場所の3勝目。栃王山もこの場所は冴えませんでした。魁聖、まあ、幕内で言いますと魁聖、それから宝富士なども綺麗に拳を下ろして
立ち合いきちんと手をついて立ちます。押し出して海星の勝ち。負けた栃王山がこれで6勝9敗三役返り咲きを目指したこの場所でしたが、残念ながら負け越してしまいました。どこがいいんですかね、まあ、あの膝も悪いんでしょうかね。悪いんでしょうかね、もともと後ろに下がったらね、はい、あまり残すタイプじゃないんだけど、はい、まあ彼も一時は大関候補だったけども、もう大関候補からちょっと外されますな、こういう感覚じゃね。少し苦しくなってきていますね、まあ、年齢も豪栄道と同じですからね、30を過ぎています。30を間もなく過ぎようとしています。さて今場所の3勝、遠藤は7勝7敗ですから、今日勝って勝ち越しならば殊勲賞、1横綱3大関を倒しました。そして正代と石浦が敢闘賞、技能賞玉鷲という、玉鷲は初めての3勝が技能賞です。押し相撲の技能賞というのはとても珍しいんですが、最近では千代大龍が平成25年3年前の九州場所で受賞しました。その前は少し辿っていきますと、玉鷲の師匠の片尾波親方、玉春日が平成18年の名古屋場所押し一本で技能賞を受賞していますが、まあ、四つ相撲の方がその技能賞というのはかなりこれまで受賞者が多いんですが、玉鷲が今場所の技能賞受賞となりました。そして遠藤はこの相撲に勝てば殊勲賞受賞です。両力士ともに1横綱3大関を倒しているこの場所です。東方遠藤、東前頭3枚目石川県豊洲郡穴水町出身追手風部屋、西方小結玉鷲、モンゴルウランバートル出身片尾波部屋。行司は木村陽道であります。玉鷲の技能賞、北の富士さんどうですか。今場所、最近今場所ですかね、3場所も含めて、はい、一番伸びて心境著しいなというのは玉鷲じゃないですかね。そうですか。特に今場所その感を深くしましたね。腕は伸びる、はい、どんどん攻めていく。前から突っ張ったんですけど、前は上突っ張りでね、はい、軽いものがありましたけども、今手が出て足も出ますからね、長いリーチがいきますね。この場所4日目に32歳の誕生日を迎えましたが、開眼してきた玉鷲と、そしてこちら遠藤は7勝7敗遠藤についてはどうですか。遠藤もねいい形になってますけどね、はい、まだもう少し膝のあたりにね、足りなさ感じますね。そうですか。前半は白鵬にも土をつけました。その他三大関も破っています。勝てば遠藤も三賞受賞、殊勲賞受賞となります。木村陽道が合わせます。玉鷲も9番と、そして勝って10番では意味合いが大きく変わってきます。強い10勝5敗、遠藤負け越しで3勝獲得はなりません。ちょっと場内が一瞬静まり返りましたが、向正面舞の海さん、はい、何か歓声よりもシーンとなりましたかね。そうですね、あまりにものこの玉鷲の威力、それからもう遠藤も膝からも落ちていきましたよね。もう館内唖然としてますよね。そうですね。しかも玉鷲の今場所はもうすべて迷いのない相撲で、どうですか立ち合いからの。厳しいですね。
立ち合いのこの当たりから手の伸び、はい、もう遠藤が踏ん張れませんね。そうですね、回り込みたいんですね遠藤は、はい、なんとかこう手を手繰りながら回っていきたいんですけど、うん、もう体がもうのけぞってますから ね、 そうですね。これは舞の海さん、はい、小結に返り咲いたこの場所10番勝ちましたから、はい、今場所で終わる時もありますけど、うん、絶対という新たなこう目的ができたのかなと思いますね。そうですか、意識が変わったからやっぱり稽古に対する姿勢、取り組み方も変わってきましたね。結婚してもう4年ぐらいになります。あの鶴竜が今場所優勝しましたが、玉鷲がお姉さん東京大学の大学院にいた頃に日本にそのお姉さんを頼って出てきて、鶴竜に会ってそしてこの相撲を紹介してもらって片尾南部屋に入ったんですが、それが、まあ、年はもう32ですが、何か急に玉鷲が変わってきたような印象です。場所前に境川部屋に出稽古来てましたけれども、そうでした、ね、私も驚きましたよ、はい、今日のような相撲で、次から次へと勝っていくんですね、みんなを回していくんですね、まあ、稽古はとても熱心な玉鷲ですから、まあ、これが、本場所につながったんだと思います。放送席、はい、どうぞ。それでは三賞インタビュー、技能賞受賞の玉鷲関です。もうにっこりですが、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しそうですね。いや、ありがとうございます。初めての三賞だったんですね。意外だったんですが、それが技能賞というのはどうですか。いや、よかったですね。しかし今日の一番もすごい気迫だったように見えたんですが、いろんな思いありました。いや、もうとりあえず落ち着いて、いい相撲を取って、もう自信たっぷりだったんで。今場所は一横綱三尾関を倒して、かなり自信つけた場所だったと思うんです。何が良かったでしょうか。そうですね、やっぱ今まで見た応援してくれた人を励まして、それが一番良かったと思いますね。今までもね、あのいろいろ励ましは受けたと思うんですが、何がきっかけでこう変わっていきました。さあ、難しいですね。いや、難しい。まあ、しかしこれで来場所の関脇昇進というのもありますが、それについていかがですか。いや、次関脇なんで、また楽しくいい相撲取ってやれるんで、よろしくお願いします。来場所も大暴れしてください。はい、暴れてきます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。玉鷲関でした。見事に初めての三賞、この玉春日の片尾並部屋、技能賞を獲得しました。玉春日も平成18年の名古屋場所で技能賞を獲得しています。年長の初めての三賞としては32歳0ヶ月ですから、史上6位の年長初三賞、さらには新入幕以来49場所目ということで、これは若乃山、板井に次ぐ3番目に、まあ、新入幕から遅い初めての三賞受賞です。土俵は御嶽海と千代の国、5勝9敗同士、制限時間いっぱいです。どちらも健闘しましたが、勝ち越しには結びつきませんでした。先場所一度対戦は初日でしたが、押し出しで御嶽海が勝っています。手をついて、中に入ったのが御嶽海です。御嶽海勝ちました。御嶽海勝って6勝9敗千代の国5勝10敗千代の国も非常にキックのいい相撲を見せてくれましたが、西の前頭4枚目千代の国自身の最高番付で5勝10敗の成績。御嶽海も今場所新三役東の小結でしたが6勝9敗より切って御嶽海の勝ち。御嶽海の新三役6勝9敗、北の富士さん、どうだったでしょうか。今場所は初めてですか。三役は初めてですね。6番、はい、まあ、いいとこじゃないですかね。
まだまだ勝ち越すにはね、はい、そう簡単には、うん、もっとボロ負け4番とか3番とかってね、そういうのは割と多いんだけど、うん、6番はいい方じゃないですか。そうですか。横綱大関7人と対戦しましたが、琴奨菊には1つ勝ちましたが、あとは全て勝てませんでした。何か掴んでるはずですね。そうですか、はい、剣道将来というところだと思います。さて今年納めの九州場所ですが、年間通算してどんな力士が活躍したか、まあ、それを見る指標としては年間の勝利数、稀勢の里が昨日終えた段階ですが68勝、日馬富士67勝で稀勢の里の年間最多勝、初めての獲得、これが決まりました。今日稀勢の里が敗れて日馬富士が勝てば2人並んでの68勝、年間最多勝という可能性もあります。そしてその年間最多勝が白鵬の、手にずっとここ9年間あったんですが、それが久しぶりに白鵬以外の力士に渡りました。平成18年が朝青龍、その後9年連続で白鵬が、年間最多勝を獲得しました。しかも21年22年は86勝4敗というものすごい成績で、年間最多勝を獲得。そして今年は稀勢の里は確定、日馬富士がさあ、年間最多勝を並ぶことができるかどうかというところ、右側の丸数字はその年間の中で何回優勝したかということで、それでいけば一度も優勝なしでの年間最多勝、稀勢の里はこれは年間最多勝の歴史上初めて、昭和32年に制定された年間最多勝ですが、初めての優勝なしでの受賞となりました。そして年間最多勝、どんな力士が立つと白鵬の9回は連続9回ですが、北の海、大鵬、そして貴乃花、朝青龍並んで5回ですが、ここに我らが北の富士さんが3回の受賞で、輪島、千代の富士と3回の受賞です。やっと日の目を見た感じですね。史上6位の数字ですね。昭和44年から46年にかけて、45年には玉の海と並んで75勝という数字がありましたが、まあ、これを特に意識しながら相撲を取るわけではないと思います、ね、そうなんですね。これね、取ってる本人はそんなに意識しないんですよ、はい、そうです。九州場所でも意識したりはしませんか。しないんですね。そうですか、ええ、で終わってみれば、あ、一番今年勝っていたんだな、うん、これは協会から出るんですか。いや、なんか協会からの表彰はないですね。ないんですね、はい、新聞社ですね。名誉だけでしょ、まあ、名誉といえば名誉ですね名誉というよりも、そうなんでしょうけども、それほど重きを置かなかったような気がしますけど ね、まあ、しかし平均して6場所活躍しなければ、はい、まあ、白鵬が残念ながら今年取れなかったのは全休がありますので、うん、取れませんでしたが、全休さえなければ10年連続という可能性も十分ありました。ね、全休したから 2、まあ、2人にチャンスが、僕らも成績が安定しているような力士じゃなかったから、なかなかそういう方にはいかなかったですね。まあ、それでも、北の富士さんも3回の3年連続、44年から46年まで昭和ですが獲得しています。まあ、この後の結果によっては並んで2人が受賞という可能性もあります。今日稀勢の里は宝富士、日馬富士は鶴竜との対戦です。さて土俵は琴勇輝と沖ノ海、どちらも今場所負け越しが決まっています。琴勇輝6勝8敗沖ノ海は4勝10敗沖ノ海が左の膝に分厚いサポーターをしてきました。ちょっと今場所は実力者もう一つ冴えませんでした。過去6回の対戦は全て沖ノ海です。琴勇輝の突っ張りがなかなか攻め込まれる場面もありますが、完全には通じていません。先場所は逆取ったりで沖ノ海逆転勝ちでした。下から当てがっています。なかなか攻められない。いつもと違って琴勇輝も攻めにくい。
勝ったのは沖ノ海です。7回の対戦すべて沖ノ海、ちょっとやはり足が痛いんでしょうか、顔をしかめました。あ、物言いがつきましたね。少し遅れて物言いです。あれ、勇んで出ていって、うん、あるいは土俵際の沖ノ海の足がどうかというところなんでしょうか。あ、ちょっと問題ないように見えましたけどね、正面の審判長、武双山の藤島審判長が、まず手を挙げました。ここのまではまだ浮いていますね。あ、手がもうここで上がりました。まだ浮いてましたね。あ、ない、まあでも問題ないよ、もう外に飛んでいますしね。完全に土俵の高さより下まで、いいでしょうね、琴勇輝も来ていましたので、まあ、そのあたり今ビデオでおそらくビデオ室との、意見の交換をしていると思います。確認している最中だと思います。藤島審判長が説明します。ただいまの競技について説明をいたします。行司軍配は沖ノ海を有利と見て挙げましたが、沖ノ海の足が先に出ているのではないかと物言いがつき、競技をした結果琴勇輝の体が先に飛んでおり、沖ノ海の勝ちといたします。軍配通り沖ノ海の勝ちです。どうも琴勇輝にとっては取りにくそうな今の相撲でした。7回の対戦すべて沖ノ海、しかしだいぶ足は北の富士さん悪そうですね。悪そうですね、まあ、いろいろと痛いところが出てきますが、はい、やっぱり彼も若くないから、押し出して沖ノ海の勝ち。それにしてもこの相手には強いですね。そうなんです、柔らかいから押しにくいんでしょうね、きっとね。全く突っ張りが通じませんね、懐深いから、勝ったのは沖ノ海。まあ、八角部屋も、北勝富士という新入幕力士が活躍して、ね、徐々に番付も近づいてきていますから、これは沖ノ海も奮起しなければなりません。沖ノ海が5勝10敗、琴勇輝は6勝9敗で今年最後の九州場所を終えました。さあ、今場所は三横綱四大関、そして関脇小結には御嶽海という、新三役もいましたが、玉鷲がなんと小結で10番勝って来場所の関脇の地位はもう間違いないと思いますが、高安がもしもう一番今日勝っておきますと、あるいは小結で残る可能性もあります。沖ノ海と御嶽海は来場所平幕に下がってしまいそうです。そして三役に上がりそうな力士を見てみますと、この中では遠藤が負け越しましたので、まずは正代の来場所の三役昇進、しかも関脇昇進が濃厚。あとはもう一人か二人ですが、松鳳山、宝富士、栃ノ心と、まあ、この辺りだと思いますが、まあ、この後の結果によります。まだ松鳳山も宝富士もこれから相撲を取ります。松鳳山は琴奨菊戦、宝富士は稀勢の里戦が組まれました。栃ノ心はすでに2桁の10勝を挙げています。モンゴルウランバートル出身伊勢ヶ浜部屋、呼び出しは勝駅であります。この場所大関昇進を目指した高安が結局6勝8敗負け越しとなってしまいました。今回は成就することができませんでした。今日千秋楽は照ノ富士戦です。向正面は舞の海秀平さんですが、舞の海さん、はい、高安についてはどうだったんでしょうか。
動きが悪かったですね。もう負け方が大関を狙うような負け方、狙うような力士の負け方じゃなかったですよね、はい、もしかするとこの10番11番ときてですね、はい、今場所12番っていうのをこう意識しすぎて、あまりにもこう固くなって守りに入ったのかなという気もしますね。ですから今場所昇進を狙わなくても10番11番に持ってって来場所につなげていけばよかったと思うんですけどね。まあどうしても大関というところに当然目はいったと思いますが、残念ながら負け越しで出直し。照ノ富士はなんとかカド番は脱出しましたが8勝6敗、膝に苦しめられたこの1年でした。制限時間いっぱいです。玉次郎が合わせます。右四つになりそう。左四つ得意ですが上手を切りました。そして下手も切る。この辺りの技術はあります。寄り切り高安の勝ちはどうなるなんか一気に出すという、はい、ところはないんだよね。ちょっとこうなったらもうだっとこの勝負に出ないとよね、攻めれるはずなんですけどね。まあ、得意ではない方の右四つということもあったでしょうが、それにしてもまあ今場所通じて、はい、本当の力が何かそこから出てこないような。そうですね、まあ、昨日解説の小熊さんがねもう指摘しましたけど、はい、体が大きくなりすぎたんじゃないかって心配していましたよね。大きく私は全く同感ですよ、はい、あそうですか、はい、体を大きくして、まあ、力が湧いてくるのもいいかもしれませんが、やはり動きがどうしても鈍くなると何の役にも立ちません、ね、やっぱり余計な体重はいらんですよね、やっぱりみんなまだね体を大きくしよう、はい、そしたら相撲が当たりが強くなって、相撲がね、強くなると思い込んでる節があるよね、まだまだ。そうですか、今場所優勝した鶴竜などは、自分で体重の管理をしながら、はい、やはり太りすぎはダメだということも考えながら取っていますので、やってると思うんですよ、ね、これは偉いですよね。いや藤井さんね、やっぱりこう過去のね、はい、名横綱とか大、はい、名力士とかっていう、人たち若手がいい人いませんよ。まあそうですね、明け物は相当でかかったですが、あの人はまあ別だけどね普通は大概はね、中くらいからちょっと上ぐらいですよ。そうですね、取り頃ってあるんですよ、はいはい、相撲の、まあ、大きくすればいいっていうね、そういうこう妄想に取りつかれちゃダメですよ。ですから今ちょっと顔が映ってきましたが、春馬富士とか、その前の朝青龍とか、平均よりも小さい力士が横綱になって、これが時代を変えるまたチャンスかと思いましたが、なかなかそうならないですね。そうなります、ああいうの見られればいいのに、みんなまだね、大きくしよう、これがまた日本人力士に多い。ああそうですね、鶴竜も決して特別大きな体ではありません。まあ自分のところのこと言っちゃまたなんだけども、千代の富士、北勝海だって、体なんか大きくしようなんて思ったことないでしょ。その通りでしょうね、まあある程度の今の相撲ですと、まあ、130キロ40キロぐらいは必要かもしれませんが、40ね、40でしょうね。藤井さん、はい、まあ、北の富士さんが相撲取り頃の体格があるって、はい、おっしゃいましたけれども、はい、私もそう思うんですよね、はい、やっぱり、ね、その取り頃のこの体重を維持することによってこの相撲が面白い展開になるし、はい、相撲というこの競技の奥深さが出てくると思うんですね、はいはい。いや、舞の海さんおっしゃる通りで、このところはたき込み引き落としの数がどれだけここ数年で増えてしまったかというね、はい、落ちてしまうような、少し引かれて落ちるような力士では、もう相撲とは言えないのではないかと思います。そうですね、はっきり言って今の高安照ノ富士戦を見ても、下手の使い方、上手の使い方に技術がないんですね、はい、あそうですか、だからただこう押し合って揉み合ってるだけに見えてしまうんですね。もっともっとこう体重に走るのではなく、はい、技術を磨いてほしいな、体重に走って失うものたくさんありますからね。
日本の、まあ、世の中が親が子供に説教をしたりあるいはしつけをしたりというのがだんだん減ってきたというふうに言われますが、その点はやはり相撲界も師匠が親方が弟子にこう引き継いでいかないとだんだんそういうものが薄れていくのではないかという懸念ばかりが広がっていきます。土俵は琴奨菊松鳳山という福岡県出身の両力士の対戦です。柳川市出身の琴奨菊と築城町出身の松鳳山、まあ、ちょうど福岡で言いますと築城町は北東部、琴奨菊の柳川市は南西部で、直線距離でだいたい80キロぐらい離れた遠いところにあります。大分県に接している築城町、そして佐賀県に接している琴奨菊の柳川市。千秋楽勝ってようやく5勝目、松鳳山敗れて8勝7敗です。まあ、地元の力士2人ということで大いに福岡国際センター沸きましたが、勝ったのは番付上位大関の琴奨菊です。しかし5勝10敗は、はい、もう今年 の初場所の優勝からしますと何ももう考えられないような数字ですがね。これは九州場所じゃなかったらね、はい、ブーイング大変なところですよ。なるほど、優勝で病院上がるなんていうのは いきなりはたきに行った松鳳山、まあ、途中粘りましたが結局は琴奨菊の勝ちです。琴奨菊は5勝10敗、松鳳山8勝7敗で九州場所を終えました。土俵がきれいに今整えられました。仕切り線が浮かび上がってこれより三役です。画面の左の前の方に宝富士が上がってきましたが、平幕力士が千秋楽の揃い踏み、宝富士にとっては初めての三役揃い踏みです。平幕力士としては去年九州場所1年前の琴勇輝以来です。そしてこちら西方、優勝した横綱鶴竜が後ろです。3回目の幕内最高優勝を果たした横綱鶴竜、今日結びで日馬富士との対戦。行司は式守勘太夫です。今年最後の場所、九州場所、今年の大相撲もあと3番です。宝富士と大関の稀勢の里、
東方宝富士、西前頭5枚目、青森県北津軽郡中泊町出身、伊勢ヶ浜部屋、西方大関稀勢の里、茨城県牛久市出身、田子の浦部屋、呼び出しは次郎、これより三役であります。おととしの秋場所寄り倒しで宝富士が勝ちましたが、その後稀勢の里の11連勝中という両者の対戦です。年間最多勝が確定しました稀勢の里です。しかし夢をつかみかけて何度もその手から夢がこぼれ落ちるというその繰り返しの年でした。68勝、優勝なしで獲得する年間最多勝です。初めてのことです。この九州場所も逆転優勝が一瞬見えてきたところでそこでまた終わってしまいました。春馬富士が67勝ですから、稀勢の里が負けて春馬富士が勝った場合は2人並んでの年間最多勝です。藤井さん、はい、たびたびすいません、向正面から年間最多勝の話が出ましたけれども、はい、でも私はこの大相撲のファンのほとんどがですね、はい、稀勢の里がなぜ優勝できないのか、なぜここ一番の大事な相撲に勝てないのか、はい、これで疑問に思っている人が相当多いんじゃないかなと思うんですね、はい、答えてくれますか。いや、これ北の富士さんに聞きたいんですよね。舞の海さんがそれを語りたいという、いやいや、そうではなく、あの正面の北の富士さんに、なぜなんだろうということを私聞きたいですけど、ちょっと取り組みを終えてからでは聞きましょうかね。宝富士の方も大事な一番です。これ勝ちますとここまでの状況から、あるいは返り三役の可能性が出てきます。9勝5敗の宝富士と11勝3敗稀勢の里、左の相四つ、パッケルが絡まった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 、足を止めた宝富士ですが、上手は互いに取れない。さあ宝富士届かない、回り込む、浅いもろ差しから上手は稀勢の里です。まだ瓦の上、寄り切り稀勢の里、12勝3敗、これで稀勢の里の単独での年間最多勝が決まりました。そして宝富士9勝6敗でこの結果、来場所の返り三役は栃ノ心になる可能性が高くなってきましたが、どうでしょうか。逆相撲に可能法、稀勢の里、逆相撲に可能、懸賞金に矢がついています。さあそれでは、舞の海さんからのリクエストで、なぜ稀勢の里がここぞという時で時にあの夢を逃し続けているのかというところで、どうでしょうか。そんなこと分かってたらもう当人教えてるよ。ああ、そうですか。これが相撲の難しいところでね、もう一生っていうのは、それにしても難しすぎませんかね、稀勢の里。ですからあの右左四つになったらほとんど負けませんよね、はい、だから左四つの完成をこの徹底してほしいんだけども、弱気の虫が時々ペコッと顔を出すんですよな、これきっとね。あの若島津の松金審判部長が、もう少しもう基本だけれども四股を踏まなきゃダメだと、あ、そんなこと言ってましたね、うん、3回踏んだら休み、3回踏んだら休みでは何の役にも立たないというふうなことを、まあ、いつもあの同じ一門の、力士としてこう目の前で見ているわけで、そういうあの苦言を呈しています。これはもう白鵬のこの入念なね準備運動、四股のね、はい、多さはこれみんな見られなきゃいかんのだけど、四股少ないですかね。
だから立ち腰が治らないんですね、まあ、今更というところかもしれませんが、あと一つこれだけあの全国の大相撲ファンが何とかしてくれという、確かに大関としてはね、抜群の安定感で、そうですね、だけどまあ大関で終わるならそれでいいけどね、横綱締めてもらいたいね、この人には、まあ、今場所も3人の横綱を相次いでなぎ倒しましたので12勝3敗の成績、あるいは来年の1月場所その綱取りにつながるかどうかというところで、鶴竜との星の差が2つありますので、まあ、ここは今のところ何とも言えません。モンゴルウランバートル出身、さて土俵は白鵬と豪栄道です。結び前の一番、白鵬10勝4敗、この場所綱取りを目指した豪栄道は9勝5敗。大阪府寝屋川市出身、境川部屋。横綱白鵬がこの九州場所3日目に史上3人目の通算1000勝を達成しました。もうかなり昔のことのような感じになってきました。昨日まで積み上げた白星が1007勝、まあ、休場明けでの復活優勝はなりませんでした。38回目の優勝は逃しましたが、白鵬の今年最後の取り組みです。豪栄道戦、このところ白鵬6連勝中です。先場所は豪栄道が全勝優勝でしたが、白鵬休場で対戦はありませんでした。去年の夏場所逆転の首投げで豪栄道が勝って、それ以来白鵬の6連勝中です。まあ、今場所白鵬が北の富士さん結局全休明け、休場明けで本来の力は発揮できませんでしたが、新しい年来年どんな存在感を見せるかどうでしょうか。案外、ね、白鵬のね、はい、頭の中ではですね、今場所はとりあえずもう全休全あの後だから、はい、もうとにかく15日間出ると、はい、そういうあれを鳴らしておいて初場所から持っていこうというような計算もあるかもしれませんね。まずは試運転をしてと、そうです、その足慣らしの場所にね、体を鳴らしておこうと、いうことじゃないかと思うんですよね。まだまだその白鵬の気力は衰えてはいないでしょうか。いや、ないと思いますね、あと何年かやるって言うんでしょ本人は。まだまだ本人はね、言葉では東京オリンピックという言葉もありましたしさあ対戦相手は豪栄道、初めての綱取りを目指した場所でしたが、一度で掴み取ることはできませんでした。なんとかしかし豪栄道にとってもここは締めくくって、来年にまた夢をつなぎたいところです。10番欲しいね。そうですね。両者にとっても今年最後の一番、結び前の一番です。40代式守伊之助、軍配内輪が帰りました。手で張っていきました。まわしを取ろうとしない、出し投げ、上手出し投げ、白鵬の勝ち。白鵬を勝って11勝4敗、豪栄道9勝6敗で終わりました。昨日も鶴竜のうまい出し投げに敗れましたが、今日の中に入っていこうとしたところでかわされて、白鵬の出し投げに敗れました。今日の取り口あたりは北の富士さん、白鵬どうでしょうか。まあ、来場所に向けての攻めでしょうな、まあ、いろんなことやってみようと思います。本場所はね、最後だから、まともにこの場所を振り返ってみますと、右足に左足という完璧な形というのは、ほとんどなかったと思うんですが、そうですね、
まあ、これも計算の中に入ったかもしれません。はあ、ああ小江戸ね、ああ悔しいですねこれは。9番で終わりましたね、最後はもう自分の相撲もちょっと取れなかったですね、相手が考えてきてるもんね、やっぱりね。そうですね、はあ、向正面の舞の海さん、はい、豪栄道についてはどうでしょう。今日の負け方を見ましてもね、はい、今場所の他の黒星もですね、はい、同じような負け方ですよね。とにかくこの相手の動きをしっかり見ずに、はい、体だけ預けていく、勝負を急ぐ、はい、土俵際まで押し込んだら、今今日の相撲でもですね、はい、そこでじっとしてたら白鵬がはたいてくるかもしれないんですね、はい、それを待ってもいいと思うんですね。横綱を狙うのであれば、うん、土俵際の爪をですね、はい、もっともっとしっかりと磨いていった方がいいんじゃないかと思うんです。まあ、確かにおっしゃる通りで、敗れた相撲何番もありました。この足も稀勢の里に敗れた相撲も、こういった一番で、そして最後は春馬富士鶴竜白鵬という13日目からの横綱3連戦は一つも今場所は勝つことができませんでした。さあ、いよいよ今年最後の一番です。13勝1敗、去年の秋場所以来1年一場所ぶりの優勝を果たした鶴竜が土俵に上がってきました。式守伊之助、この1年納めの千秋楽のプレーです。東方横綱春馬富士、モンゴルゴビアル隊出身伊勢ヶ浜部屋、西方横綱鶴竜、モンゴルスフバートル出身井筒部屋、呼び出しは鶴郎、今場所最後の一番であります。今年の大相撲最後の一番です。場所前に鶴竜の時津風部屋での稽古の後に少し話をしますと、非常に穏やかな表情で、腰の状態もそれから以前痛めていた肩の状態もかなりこのところ良くなって、ここ数場所の中では最も順調に初日を迎えることができると鶴竜が話していました。その通りの場所になりました。長女のアニルランちゃんが1歳半になります。自分がテレビにこうして映っていると、その娘がテレビに寄ってきて、そのテレビを撫でるようにするんだというふうに、子供のこともとても目を細めて、幸せそうな表情をしていましたが、毎日奥様がその動く映像を送ってくれるそうです。心を癒しながらこの15日間も過ごしてきました。7場所ぶり3回目の幕内最高優勝、まあ、北の富士さん、最もやはり安定していたということがもう間違いなく言えるでしょうか。そうですね、やっぱり元々はこの人は本当にいろんな相撲を取れるよね、はい、なんていうのかな、期待された力士ですよね、時には器用すぎてですね、うん、きちんとした型がないというふうな言われ方もしたりしたんですが、やっぱりどうしてもこう見た感じがね、うん、本当におとなしいからちょっと分かりませんよね、まあ、しかし心に秘めるものは相当強いものを持っています。対戦相手春馬富士、こちらも満身創痍の中で昨日まで鶴竜と優勝を争ってきました。力尽きたという感じです。さあ、今年最後の大相撲、最後の一番、期待しましょう。春馬富士、鶴竜の逆襲、寄り切り鶴竜の勝ち、14勝1敗3回目の優勝に千秋楽もう一つ白星を加えて花を添えました。
足をかばうような勝った後にもそういった動きが見られましたが、やはり踏ん張ることができませんでした。花束をこうして優勝力士がもらうのも非常に珍しいことです。昨日も何か自分がまた一つ成長した感じもするという話をしていました。これは片屋は西でしたが、その鶴竜が優勝力士の大いちょうを表彰式のために結い直すのは東の支度部屋と決まっています。したがってここを移動しています。向正面の奥を移動して、東の支度部屋の一番奥、今日までは春馬富士が竹に置いていた場所です。そこに移動します。7場所ぶりのこのあと賜杯を抱くことになりますが、まあ、一つは横綱として北の富士さんもおっしゃっていましたが、ほっとした気持ちがとても大きいんじゃないかと思いますね。そうですね、ほっとして、これで今日は相撲にね、はい、今度余裕が出ましたね。あ、なるほど、はい、そのあたりにも押し込まれても、余裕を乗って残して反撃が早かったことね、立ち合いからも春馬富士は一気の相撲を目指しました。これは余裕ですか。余裕ですね。うわ、取る波もバーッと寄りました ね。まあ、これで14勝1敗、しかもやはりこの14番の白星の中身がこれまでの優勝とは北の富士さん格段に違ったかもしれません。あ、そうでしょう、まあ、14勝っていうのはね、はい、やっぱ13勝とだいぶ気分違う、違いますからね、した方も。そうですよね、2年前の九州場所で同じように10連勝の後稀勢の里に敗れて、そこから崩れていった場所がありましたが、その点も昨日質問されて、この鶴竜がいや、その辺りも少し成長したところかもしれませんという話をしていました。今少し大いちょうを結い直しながら記者からの質問に答えています。まあ、後ほどまた優勝インタビューでゆっくり話を聞くことにしまして、周平さんですが、舞の海さん、はい、鶴竜の14勝1敗の、まあ、久々の優勝ですが、どう見ますか。15日間通して、はい、まあ、ほとんど危なげなかったですね、はい、取り口も力強いですし、はい、先ほども言いましたけれども、出し投げがまた光ってましたね、はい、よく決まりました。あと、やはり怪我をして腰、腰痛もありましたし、ね、ありましたよね、肩を痛めたのが長かったですね。あ、肩もありましたね、本当にこの治療している時というのは不安だったと思いますね、はい、相撲感はどうか、体の張りはどうか、うん、横綱としての成績を収められるのか、うん、いろんなことを考えたと思いますね。そうでしょうね、さあ、それでは改めて今場所の14勝の中から6番抜き出してましたのでご覧いただきます。鶴竜が起こしていきます。続いて出る回り込む御嶽海、押し出しました。左の前回し早い、そして一発だった足投げ送り出し、踏み込みは横綱、突き放させない、しかし玉鷲は好調だ、攻める攻める攻める玉鷲、回しを取られた、前を受けた、左の前は切れた、差し手争いです、中に入った、鶴竜押した、もろ差しだ、左真っ赤に寄り切り、鶴竜の勝ち、さあ今年最後の大相撲、最後の一番対しましょう。春馬富士、
鶴竜の逆襲、寄り切り鶴竜の勝ち、14勝1敗、3回目の優勝に千秋楽もう一つ白星を加えて花を添えました。まあ、見事な内容での14勝1敗の成績での優勝。やはりあの北口さん、今の相撲を振り返ってみても、はい、あの先ほどもおっしゃってました、攻める相撲とそれからうまさが光る場所だったですね。うまかったですね、あの玉鷲の相撲だってあれ、はい、悪い時だったら引いてしまうんですよね。 なるほど、はい、あれ引いてませんもんね、まあ、向こうの攻めは強いだけで、そういう気力も充実してましたね、はい、してみるとですからやはり白星が重なって、だんだんこう体にも自信というものが湧いてきていたのではないかと思います。引かないということはね、やっぱりこうして振り返ってみると、やっぱり強いなと思いますもんね。こうしてやはり強ければ優勝に結びつくんだというのが分かる映像のだったと思いますが、これでどうでしょうか。鶴竜も、まあ当然白鵬、春馬富士と同世代ではあるわけですが、何かこう自信をつけていけば自在の横綱ということでもっともっと力が湧いてくるのではないかと思うんですが、どうでしょうか。体つきもね、このまだ張りがまだまだ十分にありますしね、はい、怪我をするようなタイプじゃないんだよね、見て柔らかいですよね、そういう意味では体の面では他の2人よりもね、はい、まだ持ちこたえれるだけのね、ものは持ってると思いますよ。まあ、それもこれもやはり先ほども言いました体重の管理などもしながら、決して大きくならないで、今の体でいいという考え方です、ね。抜群にバランスがいいですもんね、体。いいですね。藤井さん、それから以前は押し込まれて、はい、こののけぞって柔らかさでしのいでましたけども、はい、今場所の相撲を見るとですね、なんか芯がしっかりしてますね、はあはあ、体勢が崩れませんよね、押されても。まあ、そうですね、まあ、横綱にそういう言い方をするのはちょっと失礼かもしれませんが、芯の強さというのは確かに、娘さんですかね、これ。奥さんでしょうかね、アミルガンちゃんと、奥様。さあ、これから3回目の久々のこの賜杯を抱きに表彰式に向かいます。大正15年1926年の1月場所から優勝力士だけが抱くことができる賜杯です。最初は横綱常の花11戦全勝でしたが、現在の賜杯菊花大銀杯は昭和3年の1月場所から幕内最高優勝力士に授与されています。さあ、鶴竜が花道を入ってきました。表彰式に先立ちまして、国歌君が代の斉唱であります。皆様ご起立願います。航空自衛隊西部航空音楽隊の演奏による前奏に引き続きご唱和ください。
平成28年11月場所幕内最高優勝は横綱鶴竜力三郎、成績は14勝1敗であります。表彰式です。はじめに賜杯拝戴。表彰状賜杯鶴竜力三郎、右は平成28年11月場所にて成績優秀により賜杯にその名を刻し、長く名誉を表彰する。平成28年11月27日、公益財団法人日本相撲協会。7場所ぶりの賜杯です。重さ29キロ、高さ1メートル7センチ。大正15年にこの賜杯が優勝力士に贈られることになりました。それまで相撲協会は東京と大阪に分かれていました。東京の相撲だけが賜杯を排除するのは恐れ多いということで、そこで大阪東京が合併した歴史があります。続いて優勝旗です。優勝旗並びに賞状金一封が二所ノ関審判部長より授与されました。おそらく賜杯の重み、そして優勝旗、かみしめている横綱鶴竜だと思います。このあと内閣総理大臣賞、こちらは賜杯よりも重い40キロ余りあります。地元の麻生太郎さんですね。副総理兼財務大臣兼金融担当大臣。表彰状内閣総理大臣杯鶴竜力三郎殿、あなたは平成28年11月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名を刻し、長く名誉を表彰します。平成28年11月27日内閣総理大臣安倍晋三代読。昭和42年に当時の佐藤栄作総理大臣と双葉山の時津風理事長との間でこの40キロを超える内閣総理大臣杯優勝者に贈ることが決まって、ちょっと鶴竜の顔にも笑みが漏れています。来年この内閣総理大臣杯は50年目を迎えます。さあ続いて優勝インタビューです。ここで優勝力士インタビューであります。インタビューはNHK 佐藤博之アナウンサーであります。それでは優勝インタビューです。3回目の優勝鶴竜関です。おめでとうございます。ありがとうございます。7場所ぶりに抱いた賜杯の感触はいかがでしたか？そうですね、まだ違った意味で本当に嬉しいです。その違った意味というのはどういうところですか？まあ、ここ1年2年というのはね、もう気がね苦しんで、まあ、なかなか思うようにいかなくて、体とね気持ちが絡め合えなかったんで、まあ、でもその中で腐らずにいろいろやってきて、それがこうやって最後にこういい形になっていい結果が出て本当に良かったです。この1年は怪我にも苦しみました。なかなか優勝争いにも絡めませんでした。何が一番苦しかったでしょうか？そうですね、やっぱり横綱としてその責任を果たせないっていうのはやっぱり一番
悔しかったし苦しかったですね。どんなことが支えになってこの今場所の優勝につながったんでしょう。それはもちろんもう僕入った時からね応援してくれるファンの皆さん、もちろん自分の家族もそうですけど親方おかみさん、もう全ての人の支えがあって今の順位があります。家族の支え、この館内のお客様ちょっとわからないんですが、先ほど支度部屋から出るときに奥様からキスの祝福がありました。どんな感触でしたか。最高です。横綱、今場所の相撲も少し振り返っていただきたいんですが、初日から白星が連なっていきました。鶴竜関らしい相撲を取れたのではないでしょうか。そうですね、やっとこう落ち着いて自分がこう自分の相撲をまた取れるように、ね、なってきたかなって感じですね。11日目大関稀勢の里関に敗れてしまって、そこから切り替え立て直し、どのようにしてきたんですか。まあ、約2年前にね全く同じことがあって、そのままずるずるいって終わっちゃったんですけど、まあ、今度は絶対そうはいかないようにって、ここで成長したところを見せなきゃっていう、そういう強い気持ち持っていきました。前回の優勝は白鵬関、晴間富士関が休場、一人横綱の状態でした。どうでしょう、今場所はその2人も破りました、達成感に違いはありますか。そうですね、やっぱり三横綱揃っている中で優勝したいっていう、そういう目標もありましたし、やはりそれを達成できて本当に良かったと思います。それとここ九州は横綱の井筒部屋、大変ゆかりの深い土地でもあります。この九州で優勝できたという、本当に先ほど言ったように2年前に止まってた時間がやっと動き出しました。こうしてまた時間が動き出して1年納めの場所優勝できました。さあ来年は横綱にとってどんな年にしたいですか。まあ、この気持ちを、ね、忘れずに、ね、まださらに成長していきたいなと思います。連覇だという声もありますがいかがですか。頑張ります。素晴らしい相撲でした。ありがとうございました。ありがとうございます。この場所の幕内最高優勝14勝1敗、その敗れた後にまた集中をし直して栄冠をつかみ取りました。これから表彰はチェコをはじめモンゴル、メキシコ、フランス、ハンガリー、アラブ首長国連邦と海外からの表彰が続きます。鶴竜力三郎殿、あなたは平成28年11月大相撲11月場所において合憲投資優勝なさいました。よってここにチェコクリスタルグラス優勝杯を贈り表彰いたします。横綱とはいえこうして一ついい形で優勝をつかみ取ったことによってまた一つ自信が出てくるということはありませんでしょうか。多分あると思いますよね、うん、はい、これ特に僕らなんか大鵬さんに勝っての優勝ってなるとね、はあはあ、また一味全然違うんですよね、はあ、ということは今鶴竜も言っていました、三横綱いる中での優勝というものを目標にしていたということで、これは鶴竜にとっては手応えになった場所だと思います。藤井さん、はい、八角理事長の談話ですけれども、はい、今年1年について取り組み内容を期待に応えられたしお客さんも入ったし、はい、ほっとしていますと、まあ、今年5人の力士が優勝したわけですけれども優勝争いが予想しづらくなっている、はい、来年も面白くなるんではないかと話しましたね。今場所の鶴竜について立派、今日も内容が良かった、今年最後の相撲をしっかり締めてくれましたという話です、はい、それから稀勢の里についてですね、大関としてはよくやった年、常に優勝争いに入っていた、年間最多勝はその証ではないかと、ただ周りの期待が大きいだけにそれ以上の物足りなさを感じます。来年も最多勝を取るくらいの気持ちで取れば上に上がるのではないかということでしたね、はい、来場所についても話を聞きましたが、はい、それは雰囲気、
内容次第ではないかと明言はされました。その稀勢の里の来場所、ね、横綱昇進に関してですね。はい、はあ、まあ、非常にまあ、最初からこの綱取りの場所というには難しいかもしれませんが、稀勢の里にとってはもういよいよ本当にこれが最後だというぐらいで臨まなければならない年になってきます。今年5人が優勝、平成12年以来16年ぶりの王座。その平成12年は明けぼの武蔵丸、武双山、海王、高藤力とこの5人が優勝しました。中日モンゴル国特命宣言大使、まだまだ閣僚の表彰は続きます。さて向正面は舞の海秀平さんですが、舞の海さん、はい、鶴竜何か掴んだものはありますでしょうか。そうですね、やっぱり立ち合いも厳しくなりましたしね、はい、取り口が大変失礼ですけども、うん、以前よりも力強くなりましたよね。そうですね、これ自信とともにこれはまたまた、はい、もっと力になってくるんじゃないでしょうか。なってくると思いますしね。あと藤井さん、はい、インタビューでですね、はい、なんていうんですかね、こうしみじみとした飾り気のない、はあ、それでいながらこの、ね、語彙が豊富で表現力豊かな、はい、この鶴竜のこの頭の良さ、ね、素晴らしいなと思いましたね。止まっていた時が動き始めたという、こんな表現は私アナウンサーやりながら三十何年間使ったことがないような言葉です。本当に素晴らしいですね。まあ、頭の良さが舞の海さん、当然相撲にも必要だと思います。はい、なのでもう場所ごとにこう学習しながら、はい、自分の足りないところ、それからどういうところをこう鍛えていけばいいのか、はい、そういうことをやっぱりしっかり分かるんでしょうね。あと日本を早くこう上達したからこそ、はい、いろんなこう親方とか指導されたりとかするときにですね、はい、理解力がやっぱり他の力士よりもさらに大きいんじゃないかなと思いますね。はあ、まあ、語学も堪能な鶴竜です。姉のボロルさんはシカゴに、まあ、今もどうか分かりませんが在住していたことがありまして、英語やロシア語ももうそれぞれこの家族はできるというところがまた優秀な家庭に育ちました。さあ、もう放送時間がだんだん少なくなってきていますが、北の富士さん、この1年を振り返って北の富士さんの心にはどんなことが残っていますでしょうか。最後鶴竜の優勝で良かったなというのがまずありますね、はいはい、それとさっき理事長の談話にあったように、まあ、来場所から誰が優勝するのか、はい、予想がね、うん、つきにくいと。絶対に白鵬というふうな言い方はもうできません。そうですね、それはもう白鵬も、ね、よしとそれに向かってね、はいはい、闘争心を新たに、燃えてくれればまた面白いし。そうですね、はい、今年は横綱昇進なるかなるかと言われながら残念ながら届きませんでしたが、どうでしょう来年。稀勢の里もそれから、まあ、まだ大関何人かいますが、まあ、彼らはまあ、どうでしょうね、今場所大事な場所にね、はい、それぞれ、まあ、9勝と、今年大きく何勝挙げたか知らんけど、8番か9番もね、そうでしたね、そのかなり停滞し返しを受けましたからね、はい、壁の厚さ、はい、だからそれを、ね、感じさせないでいくのはね、稀勢の里しか本当はいないと思うんですよ。まあ、そういう意味でいけば、まあ、稀勢の里を中心にまずは、まあ、優勝というものがなければなりませんがね。そうです。もうそれがないと始まらない、そうですね、時が動かない、さあ、まだ表彰は続いていますが、向正面舞の海さん、はい、とても期待できる力士が、はい、徐々にこう育ってはきていると思いますが、そのあたりどうでしょうか。それはありますよね、はい、先ほど名前出ました正代ですとかね、はい、遠藤もだいぶ戻ってきましたしね、はい、あとやっぱりなんといってもですね、はい、最近感じるのはこの豪栄道稀勢の里と、はい、それから三横綱の力が拮抗してきて、ほうほう、予想つかなくなってきましたよね。そうです。やってみなければわからないという、そういう展開になってきて、はい、なんかすごくこれからまた盛り上がっていきそうな気がしますね。そして舞の海さん、はい、来年の大相撲、舞の海さんまた解説をお願いすることになりますが、はい、どんな、年になってほしいですか。
優勝争いもそうなんですけどもね、やっぱりこの横綱大関以外でも今場所のように遠藤ですとか玉鷲とか、はい、引っかき回しましたよね上位を、はい、やっぱり、ね、こういう力士がやっぱり必ずこう1人2人3人と出てくるような、熱い場所になってほしいなと思いますよね。舞の海さんの解説がどんどんこうテンポよく気持ちよく出てくる言葉が出てくるようになれば、相撲が面白いんだなと思いますよね。そうです、技術が、ね、やっぱり、上がっていくと、やっぱり解説の違いもあるし、その通り解説者を困らせていくことになりますから、もうどんどん困っていきたいなと思いますね。ぜひ来年も困っていただきたい。舞の海秀平さん、1年間ありがとうございます。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。はい、そして今土俵上では次が NHK の金牌ですね。これは少しご覧いただこうと思います。やはり NHK が放送していますので、福岡放送局の城本勝局長です。鶴竜力三郎殿、あなたは平成28年大相撲九州場所において連日検討され、よく優勝の栄冠を得られました。ここに表彰いたします。平成28年11月27日日本放送協会会長もみいかつと代読。さあ北の富士さん、もう放送時間ほぼ30秒ほどになりましたが、はい、どんな新しい年期待されますか。いやもう前の日も、NHK 金牌、はい、並びに相撲もね、はい、だんだん良くなってきましたし、うん、まあできることなら僕はね、はい、放送の話、はい、前の日からつまらん向正面からの質問やめてほしいなそういう年になってほしいなって失礼しました。今年最後の放送がその言葉で終わるかと思いませんでしたが、いや北野さんありがとうございます。ありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。